探偵ごっこはそこまでだ。お、兄貴。ジーンと。ウォーカーの。あの方チャンネル。はい、というわけで今回も始まりましたジーンとウォーカーのあの方チャンネル。このチャンネルでは名探偵コナンに関する考察や感想を企画などを行っております。はい、そして今回の動画なんですけれども、はい、名探偵コナンクイズバトル企画と称しまして、はい、私ウォーカーとジーンの兄貴でクイズバトルの方をね行っていこうと思います。はい、まあ、今回の動画はもう割と、まあ、緩い感じで、うん、ね、すごい気ままな感じで、まあ、そうですね、いつもの考察みたいな感じじゃなくて、ね、そうですね、そう、視聴者の方々も一緒にワイワイ楽しめるような感じでね、ゆるくふわりと楽しんでいただければと思います。はい、お願いします。じゃあ早速クイズの方やっていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、一応やり方として、まあ、今回お互い3問用意してきたわけじゃないですか。うん、そうですね。で1問目が3択問題、はい、で2問目が4択問題、はい、で3問目は選択なしの問題というふうになっております。はいはい、じゃあ早速 G の兄貴から出題してもらってもいいですか。了解いたしました。いきなりですか、第1問、はい、アブトキシン4869の投与者リストには、はい、工藤新一や、まあ、羽田浩二の名前がありましたね。はいはい、はい、ではその2人の間にあった人の名前は何でしょうかという問題ですね。まあコナンファンであれば、うん、細かいところまでね目をかけている人であれば、まあね、目に入るからね、やっぱり、うん、分かるんじゃないかなってところで今回は、ね、確かに確かに、はい、出させていただきました。はい、では選択肢 A、はい、豊田実、はい、B 松坂宗男、はい、C 武石義雄、はい、感覚的にこれじゃないかなっていうのはちょっともう思いつきましたよ。おお、じゃあ早速、はい、いいですか、アンサー、はい、はい、答えは A です、はい、おー、 A の豊田実、はい、正解でーす。やっぱりなんかね、一時そのあの二人の間、新一と羽田浩二の間の名前は誰だみたいな風に別に覚える必要はない、確かに確かにね、かなとは思うんですけども、やっぱりなんか感覚的に脳内に焼き付いてるんでしょうね、二人の間の名前、多分なんかこれをわざわざ覚えて、はい、この人は重要なんじゃないかとか、そこまで多分考えることはないじゃないですか。ないですね。でも分かるってことはやっぱ、まあコナンさんとしてね、なんかやっぱそうですね、記憶力というか、ね、記憶力っていうか、まあ何回も読んでるっていう部分でもね。じゃあ次は私から出題させていただくんですけれども、はい、そのまあ一応ルールとしてね、その名探偵コナンに関わる問題だったら何でもいいっていう風にしたじゃないですか、うん、はいはい、そうですね。そこでね、ちょっとまあ原作内からでもいいんですけども、うん、まあ、ちょっと違う視点から問題出してみようかなっていう風に考えまして、じゃあ私の1問目いいですか。はい、こちら青山先生の過去の発言より出題いたします。諸伏孝明と諸伏博満が兄弟っていうね、はい、設定あると思うんですけれども、うん、そうですね、その設定っていうのはどうやって生まれたかっていう問題です。 A、 そもそも諸伏博満は諸伏孝明の弟として登場させるために生まれたキャラクターである。 B、諸伏孝明がコナンファンの中で人気なキャラクターとなったことで弟キャラを出そうと考えた。はい。C、 諸伏博満のデザインをしている時に諸伏孝明と似ていたためそういう設定を思いついた。おお、なるほどね。いやー、これちょっと難しいですね。そうですか。いや難しい、まあ、確かにこれはなかなかね、その想像に答えるのは難しいので、そうです。この発言を、まあ、実際に知っているかどうかっていうところですよね。というところと、まあ、青山先生の、はい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 、心情を汲み取って、そうですよね、予想してっていうところですかね。はいはい。まあ、でも僕は分かりました。はい。はい、もう早速こっちでしたらいいですか。はい、いいですよ。はい、答えは、A です。そもそも諸伏博満は諸伏孝明の弟として登場させるためのキャラクターだったかというところですかね。そうですね。不正解です。え、これ実はですね、C なんですよ。あら、諸伏博満のデザインをしているときに青山先生はこのキャラ諸伏孝明と似ているなって、そこからあ兄弟にしようっていう感じらしいなんですよ。なるほど、そうなんです、ね、実はこれちょっと1問目が難しかったまあまあ分かる人は分かるかなと思うんですけど、確かに、ね、青山先生の発言とかをね、チェックしてないとっていうところはあるかもしれないですね。いやまあそうですね。では続いて、私の方から第2問、はい、脇田兼則が初登場をした回で、うん、毛利小五郎は万馬券を的中させていたじゃないですか、はい、はいはい、その的中させた万馬券の名前は何でしょうかという問題でございます。なるほど、聞けば分かんないんだよな。なるほどね、まあ、でも多分聞けば分かるかもしれない。確かにね、名前を聞けば思い出す、まあ、そう、まあ、今回4択問題ということでね、はいはい、見ればね、あ、見たことあるってなるかもしれませんしね、うん、では A、 リバティアイランド、あー、はいはい、 B、 パイレーツスピリット、はー、はい、 C、 イクイノックス、D、ス
ターズオンアース。なんかどれもなんか聞いたことはある。競馬はその詳しくはないんだけど、何回も聞いたことあるような、はいはいはい、名前ではあるからこそ逆に難しい。なるほどね。これは競馬ファンだったらコナン知らなくても、うん、もしかしたらわかるかもしれないです、ね、あ、そうなの、はい、ちょっとヒントなるほどね。どうしようか。うーん、 B で B B B おー、パイレーツスピリット。はい。おー、その心はカム。なんかコナンで聞いたような気がする。ああ、なるほどね。コナンの作品内で聞いたような気がする。はいはいはい、そういうことですか。ファイナルアンサー。はい。正解でーす。正解だった。うわー、すごい。いや、結構これですね、なんか自信はなかったですけど。ああ、そうそう、ね。なんかイクイノックスとかの方が個人的になんかよく聞く名前なんですよ。ああ、まあ確かに。まあ世界最強馬と言われた。ああ、そうなんですね。まあ、現実世界でね。まあちなみに今回あの選択肢 D が、まあ答えがパイレーツスピリットだったんですけど、はい、それ以外は全て現実で。うん、いる馬なんです。あー、なるほど。そう。え、パイレーツスピリットっていうのは？いや、これいない。あ、いないのか。コナンの世界だけなの。あー、そうなんですね、はい、じゃあ続いて私ウォーカーから2代目の質問です。はい、お願いします。劇場版名探偵コナン、先日のフルスコアより出題です。おー、はい。劇場版名探偵コナンには毎年ゲスト声優が起用されていますけれども、はい、実は先日のフルスコアにも普段声優をメインとして活動しているわけではない芸能人が出演されているんですよ。それはどなたかという問題です。はい、なるほどね。いや、難しいですね、これも。はい。A、宮川大輔さん。はい。B、羽鳥慎一さん。はい。C、宮根誠司さん。はい。D、山里亮太さん。はぁ、難しい。いやー、難しいですか。いや、これはね、やっぱ、はい、その、声優っていうところでね、うん、名探偵コナンって作品。はい。のまあ原作以外の、まあ、裏側ではありますからね、うん、いやメディア的なところで難しいな。はい、来ました。はい、 A で正解です。うわちなみに A の宮川大輔さんはカラクレナインに出てましたね。ああ、そうや。宮根誠司さんに関しては一応過去2度出演されていて、一番イメージが強いのは11人目のストライカーの、やっぱそうですよね、ミヤネ屋で、そうですね、宮根誠司さん、そのイメージが、はいはいはい、はい、されてましたね。ありました。ちなみに D の羽鳥さんは、うん、あの出演はされてないですね。ああ、やっぱそう、コナンの映画には。そうです、そんな感じがしますね、はい。で、D の山里亮太さんなんですけれども、はいはい、今回の問題、うん、D が正解です。ええー、先日のフルスコアにて山里さんも出演されているんですよ。そうだったんですね。その、うん、どんなキャラクターかというと、はいはい、部屋の中でゲームをしている子供。子供なの？そのシーンとしては秋葉玲子と探偵団たちが一緒にいるときに、はいはい、トラックに襲われるシーンあるじゃないですか。ありましたね、はい、そこでなんか一瞬停電するっていうね、ありましたね、ありましたね。なんだろうこれ。そこでそのゲームをしててブチって切れた少年が何みたいな言ってましたね驚くシーンあったんですけど、はいはい、あのキャラクターを演じていたのが山里さんなんですよ。いやー、わかるわけないちなみにあのシーン当時自分子供だったんですけれども、はい、あのこれ絶対おじさんがやってるでしょっていうのはずっと思ってたんですよ。で、大人になってから、うん、あれ山里亮太さんが演じてたんだっていうのを後から知ったんですけど、はい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 、そうだったんですね正直そのちょっと面白いぐらい、まあ、分かる人は分かると思うんですけども、はい、もうめちゃめちゃおじさんなの声がではラスト最終問題です。はい、ズバリ名探偵コナン黒の組織のボスのメールアドレスは何でしょうか。いやいやーね、音で覚えてる人の方が絶対コナンファンでも多いと思うんですよ。まあ、これを実際音も音でちょっと外れてるんだよね、うん、あの7つのことは若干ね、まあ、ただ実際コナンの作品の中では、うん、メールアドレスがちゃんと明記をされているわけでね。そうなんですよね、ちゃんと、はい、見れるシーンがあって。そうなんですよ、それをまあお答えくださいという問題でございます。0150シャープ2534もう一回言って、もう一回言って、あのもう覚えてないもう覚えてない今自分が。はいはい、わかりました。オッケーです。はい、正解。はい、シャープ969シャープ6261でございます。そっか、最新のシャープからだったかと間にもあるのか。そうなんですね、シャープが2回あるんですね。そうか、そうだったな、そういうのやってみれば。では次、私ウォーカーの問題が最後になるんですけれども、はい、あのまあ、今回、まあ、ちょっと1問目2問目ってその原作外の話、うんうん、でちょっといろいろ問題出してきたので人によっては難しいところもあったかなと思うんですけれども、まあね、まあ、最後はちょっと原作内の問題というところで、はい、最後の問題、原作58巻ファイル3一か八かより出題いたします。はい、お願いします。黒の組織からハイド中央病院のジェームズ・ブラック宛てに送られた
コロンバインっていうね花があったと思います、はい、この花を持ったジェームズが、うん、コロンバイン日本ではホニャララと言われている花だなというセリフをね言っていたんですけれども、そのホニャララに入る文字とは、おお、これもまた難しい。これはなかなか難しい。そうですね、ストーリー本編に、まあ、関係あるっちゃあるんですけれども、そうですね、まあ、花言葉とかもねいろいろ絡めてきて、コロンバイン、コロンバイン日本では何々と言われている花だなっていう、いや難しいですねこれ。いやちょっと何々、いや覚えてるんですよそのシーンがあったこと。はいはい、まあ、聞けば多分あそれそれってなる感じですかね。そうそうですね、この感じだと。いやじゃあヒントを出しますか。お願いします。ヒント4文字です。4文字、はい、4文字。ああ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 あ出てきそうな感じがして、4文字、え、そのコロンバイン日本では、いやじゃあせっかくなもうさらにヒントいきますか。お願いします。これは、あ、でもどうなんだろうな。そのジーンの兄貴、はい、だからこそのヒントにはなるんですけれども、はいはいはい、博士、博士、ヒントは博士です。まあ、ただその博士っていうのはコナンと関係ない博士です。コナンと関係ない博士、博士、いやもうちょっと、ああちょっと待って、博士といえば、はい、博士といえば俺の知ってる博士って、まあ、アガサ博士と、はい、まあ、あと某有名アニメの博士ぐらいしかいないんですけど、はいはいはい、そういうことですか。じゃあもうちょっと最後、じゃあせっかくなのでもう確実に正解していただこうかなと思います。はい、博士って言いましたけど、まあ、はい、そもそもこのジェームズ・ブラック、はい、当時の声優さんは、うん、七かまど博士の声優さんでもあった人です。はいはいはい、七かまど博士というのはテレビアニメポケットモンスターにて登場する博士なんですけれども、はい、もちろん今回の回答は4文字なので、はい、七かまどではございません。そうですね、これはもうかなりの特大ヒントかもしれないですね、ポケットモンスターを知っている方からすると。博士、わかりました。はいはい、答えてるさん、はい、お願いします。答えはプラチナです。不正解。いやそっち行っちゃったか。いやもう絶対違うと思ったけど、もうそれしか出てこなかったから、もういや日本ではプラチナって言われてるって、プラチナってだって日本語じゃないでしょ。意味が、まあ、日本でも使われることかもしれないですけど、宝石とかも、ね、いやな、もうじゃあもうちょっと答え教えてください。正解はコロンバイン、日本ではおだまきと言われている花だな。おだまき？おだまき？そうなんですよ。ポケモンにね、おだまき博士って出てきたと思うんですけれども、はい、まあ、そういう意味でのヒントでした。七日まで博士というのは。そういうことですか。どうですか？でも、おだまきって言われて、あ、それだってなりました？なりませんでした。ならなかったんかい。いや、ならんかったわ。ならんかったか。おだまきか。え、なんかもっと、なんかおしゃれな、はいはい、そう、例えばなんか、これで最後だとか、そっち系かなってちょっと思ったんですよ。ああ、なるほど。とかなんかその、うん、あの、先生布告だみたいなね。はいはい。まあ、花言葉っていう意味ではね、うん、そういうところなんですけども。おだまきってそもそも花言葉っていうか、そのなんか、そうなんですよ。花言葉。どういう意味なんですか、おだまきって。おだまきっていう、はい、いう、あの、意味っていうか、花なんですよ。日本ではおだまきって言われている花っていう話。コロンバインは日本ではおだまきって言われてます。そういうこと。あ、おだまきって花の名前なんや。っていうことみたいですね。そういうことらしいです。はい。まあ、一応今回の動画結果といたしましては、はいはい、私ウォーカーが、はい、正解2問正解ですか。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、ジーンの兄貴が、はい、正解0問というところでまあちょっと難しかったですかね。ちょっとどうですか、ね、自分的にはちょうどいいぐらいの問題出したかなと思ったんですけど、確かにまあ原作外の問題になると、うん、まあ、結構アロエマ先生の発言とか、うん、そういうところも細かくチェックしていないという、ね、部分ではあるかもしれないですね。そうですよね。まあ今回の動画ではですね、まあ普段は結構考察動画が多めなんですけれども、はい、まあたまにはこんな企画も気分転換にいいかなって思ってね、まあ、撮影してみたんですけれども、まあ今後もね、また考察含め、いろんな名探偵コナンに関連する動画っていうのをね、お届けできたらなと思っております。そうですね。はい、というわけでこのチャンネルでは名探偵コナンに関する様々な動画を投稿しております。感想や考察、動画のリクエスト等ございましたら、ぜひコメントでお聞かせください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あの方チャンネルのウォーカーとジーンでした。真実はいつも一つ。